ヒロアカ、あなたの推しは誰？最高に可愛いヒロアカ女子12選。僕のヒーローアカデミア、通称ヒロアカは、週刊少年ジャンプで連載されている漫画です。主人公のデクが周りの仲間たちや憧れのオールマイトと共に成長し、悪を倒すバトル漫画になっています。登場するキャラクターもそれぞれが魅力的で、現在も連載が続いている人気作になっています。そんなヒロアカですが、実は登場する女性キャラクターたちが可愛いことも密かに話題になっているんです。そこで今回はヒロアカに登場する女性キャラクターたちの中でも可愛いキャラクターを厳選して紹介したいと思います。きっとこの中からあなたの推しも見つかるはずです。1人目、うららかお茶子。やはり1人目はヒロアカのヒロイン、うららかお茶子を紹介させてください。主人公のデクが雄英高校で知り合った最初のキャラクターです。お茶子の個性は、触れたものを無重力状態にする無重力という個性を持っていて、自身にウラビティというヒーロー名をつけています。見た目はとても可愛らしく、抜けたところのある彼女ですが、プロヒーローを目指す理由は、両親に楽をさせたいという熱い思いがありました。こういうギャップもお茶子の魅力だったりするんです。また無重力の個性を使いすぎると酔ってしまい、吐砂物を嘔吐する姿などはジャンプのメインヒロインらしくないかもしれません。しかしそんな姿ですらお茶子にかかると可愛く見えてしまうんです。お茶子はデクに対して好意を抱いているのですが、それを本人には伝えていません。今後のデクとの関係が進展するかどうかも目が離せません。2人目、波動ねじれ。2人目はデクたちの先輩にあたる雄英高校3年生の波動ねじれを紹介します。ねじれはその名の通りに、自身の活力を衝撃波にして飛ばす波動という個性を持っていて、すでに UA ビッグ3の一人としてプロから注目されているようです。強さだけではなく可愛さでも UA 高校では抜きん出ていて、ミスコングランプリでもグランプリを獲得する可愛さなんですよ。さらに彼女の性格は何と言っても天真爛漫で自由奔放です。誰とでも仲良く話せる性格なのが読者から好感を持たれています。さらに天才肌のように見えるねじれですが、実はビッグスリーに選ばれるまで裏でとてつもない努力をしていました。そんな素振りをみじんも見せないところも彼女の魅力ですよね。さらにあざとい部分もあって、男性人気を独り占めしそうなほど可愛らしいキャラなんです。3人目、うつしみケミー。3人目はうつしみケミーです。彼女は仮面試験場で初登場していますが、実はそれは戸賀卑弥呼が変身した姿でした。その後本格的に登場した彼女ですが、それほど登場シーンは多くありませんが、彼女の魅力は伝わっています。ケミーの個性は幻惑で、少しだけの間幻を作ることができます。この個性を使って人の心を操っています。ケミーの魅力は何と言ってもそのわがままボディですね。初登場時には峰不二子のようなパッツパツのボンテージの格好で登場しています。そこからケミーのスタイルがあらわになっています。さらに彼女は底抜けにアホだと公式プロフィールに書かれています。ただこれは頭が悪いということではなくて、楽観的だという意味だと思います。実際に仮面歩行の際にはしっかりと状況を判断してその場を切り抜ける案を出したりしていましたから。そんなうつしみケミーは今後の登場以下でさらなる魅力を披露してくれると思います。4人目、うさぎ山るみ。4人目はうさぎ山るみを紹介させてください。るみはうさぎの個性を持ち、蹴り技やうさぎならではの聴力や危機回避能力でスピーディーな戦闘を繰り広げます。ヒーロービルボードチャートでナンバー5に位置し、女性ヒーローとしてはナンバー1の実力を誇ります。まさしく女性版のオールマイトとなっています。とにかく男勝りで戦闘狂のようなところがルミの特徴です。
戦闘スタイルもそうなのですが、性格が超戦闘タイプなんです。何せ状況確認もせず、とにかく突っ込んでいくタイプ。それでも強いからどうにかしちゃうのもすごいですよね。どんな窮地に陥ってもその状況を楽しんでいるかのような姿には、女性キャラなのにかっこよさを感じます。このルミに関しては何よりも作者の堀越康平さんが推しだと公表していますから、今後もさらに魅力的なシーンを見せてくれるのではないでしょうか。5人目、戸賀卑弥呼。5人目は戸賀卑弥呼を紹介していきたいと思います。ヴィラン連合という雄英高校やヒーローたちと敵対する組織に所属する戸賀卑弥呼ですが、その可愛さは凶暴さも含めて男性ファンが多いんです。戸賀の個性は変身です。この変身をするためには血を吸う必要があります。その人の血さえ吸うことができれば、その人自身になることができます。さらに異能解放軍との戦闘の際に、今までは血を吸った人に変身することしかできませんでしたが、その個性がさらに伸びて本人の個性を使えるようになっていました。使用した後は変身が解除されており、他人の個性を使用するのはかなり体力を消耗するようです。そんな強敵の卑弥呼ですが、彼女はとにかく惚れっぽい性格をしています。好きなタイプは血の香りがしてボロボロな人という変わった部分はありますが、それ以外は普通の恋する女の子になります。お茶子とも恋バナで盛り上がったりする様子はどこにでもいる女子高生のようです。そんなギャップも相まって敵にもかかわらず可愛いと人気なんですよね。さらにデクに対して恋心を抱いているような感じがあるので、今後はお茶子との三角関係が巻き起こるかもしれませんね。6人目、竹山優。6人目は竹山優を紹介します。彼女はマウントレディというヒーロー名で活躍する女性ヒーローです。マウントレディの個性は巨大化です。巨大化する大きさは調整ができません。そのため2車線以上の道でないと移動ができないという少し不便な一面もある個性です。しかし巨大化したその体から放たれる攻撃は戦いの中で絶大な威力を誇ります。攻撃するだけではなく、巨大化した自身の体を盾として市民を守ることもあります。巨大化した体で戦うと毎回のように町のどこかしらを壊してしまうため、一向に満足な給料は得られていない模様です。そんな彼女の魅力は何と言ってもスタイルと美貌ですね。彼女はまだヒーローとして活躍ができていないため、金銭的に厳しい状況です。そんな時に雄英高校の文化祭でたこ焼きが食べたくなって、自身の美貌を使ってタダでたこ焼きを手に入れていました。そして先輩ヒーローに対しても生意気な口を聞いちゃうところも彼女の魅力の一つですね。そんな感じなのに市民やヒーロー仲間からも愛される憎めない性格をしています。そんなマウントレディも今後の活躍から目が離せません。7人目、次郎京花。7人目はデクと同じ雄英高校1年 A 組の次郎京花です。京花の個性は彼女が音楽好きなことからイヤホンジャックです。具体的に説明すると、耳たぶが長いコード状になっており、左右をそれぞれ6メートルまで伸ばすことが可能です。そしてそのコードの先端にはプラグが備わっており、プラグを挿した対象に自分自身の心音を爆音の衝撃波として打つことができるのです。京花はサバサバした性格でとても冷静です。この冷静さで突っ走る男性陣を止めるストッパー役になります。最前線でバリバリに戦うというよりも、指示を出したり戦略を考えたりと、一人ではできないことをやり遂げる能力に特化しています。そんな京花ですが、反面お化けを怖がったり自身の主張を引っ込める奥手なところがあったりします。こんな乙女な一面がギャップとしてめちゃくちゃいいんですよね。何よりも体育祭の時のチアリーダーのコスプレが男たちの心をわしづかみにしました。
もし見たことのない人はぜひアニメか漫画で確認してみてください。8人目、剣道いつか。8人目は雄英高校1年 B 組の剣道いつかを紹介します。剣道は1年 A 組のライバルとして登場しました。その人間性が伝わると徐々に人気を獲得しています。剣道の個性の体験は自身の両手を巨大化させることができます。一見地味な能力に見えますが、本人は武闘を得意としているため実力はまだまだ計り知れません。パワーアップした拳は金属をも貫き、人間も簡単に投げ飛ばしてしまうほど強力です。性格はとても男勝りではありますが、容姿に恵まれており、雄英高校文化祭ではミスコンに出場します。B 組の姉御肌としてクラス委員長をしています。問題児たちをまとめ上げる、その快活な性格に憧れる読者は数多くいます。さらに剣道の魅力はヒーローコスチュームでもあります。ノースリーブのチャイナ服は、やはり男心をくすぐるものがありますよね。あまり出番のない B 組の中でもダントツの人気があり、今後の活躍によっては女性キャラで一番の人気を得てもおかしくないと個人的には考えております。そんな剣道いつかを紹介しました。9人目、八百万もも。八百万ももはデクと同じ1年 A 組の副委員長を務めるキャラクターです。クラスメイトたちからは八百万ももの愛称で呼ばれています。八百万ももは中間試験で20人中1位を取り、個性ありの身体測定でも男女含めて1位の結果を出すなど超エリートです。最初はこのエリート感が満載でしたが、最近だとポンコツっぷりを披露するようになりました。八百万ももの個性は創造です。生物以外のあらゆるものを自分の脂肪を使って体から作り出すことができます。作れるものは衣服から武器まで多岐にわたります。ただし作り出すものを分子構造まで把握している必要があったり、大きすぎるものは時間がかかったりと欠点も多い個性になっています。八百万ももの魅力は何といってもそのセクシーなスタイルにあります。食べることが個性の強さに関わっていますので、そのせいか非常に発育がいいんですよね。さらにコスチュームも胸元が開いたものになっていますので、これは男性ファンが食いつかないわけがありません。さらに最近のポンコツっぷりが人気に拍車をかけています。自身の未熟さに悩んでいる場面もありますが、そんな八百万が男たちに人気なので成熟しないでほしいと思います。10人目、アスイツユ。10人目にはアスイツユを紹介したいと思います。アスイはデクと同じ雄英高校の1年 A 組に所属するクラスメイトです。彼女の個性はカエルで、カエルっぽいことが大体できるという能力です。いわゆる異形系の個性となっています。本人曰く跳躍したり壁に張り付いたり、胃袋の出し入れや毒性の粘液の分泌、他にも舌を20メートルほど伸ばすことができるようです。さらに個性伸ばしで手に入れた保護色で背景と同化して紛れたりすることもできるようです。舌の力が意外と強いようで、少なくとも人一人分を持ち上げたり投げたりすることができるようです。戦闘向きの個性ではありませんが、自分の個性をしっかり使いこなし、不向きな戦闘でもしっかりと成果を上げています。そんなアスイですが、冷静に物事を判断できるクラスの精神的支柱のような存在です。しかし爆豪救出にデクたちが向かう時には心を鬼にしてデクたちを止めに入っていました。ただ自分の精神を振り切ったクラスメイトたちや自身の言動に悩み、その思いを涙ながらに吐露するシーンは多くの読者の心をつかみました。冷静な判断や物おじしない性格のように見えて、周りのことを考えすぎるくらい考えているアスイの一面がこのシーンから垣間見えました。ヒロアカの登場人物の中で一番人間味があるのがアスイなのではないでしょうか。11人目、土川涼子。
11人目は土川涼子を紹介します。土川はワイルドワイルドプシーキャッツに所属するヒーローです。ピクシーボブというヒーロー名で活動しています。猫のイメージを踏まえたアイドルチックなコスチュームを着て、手には爪と肉球のついた大きな手袋に、お尻には尻尾が生えたスカートを履くという、なんとも男心をくすぐる格好でヒーロー活動をしています。彼女の個性は土竜です。土を自由自在に操ることのできる個性であり、さらに土を元として強力な魔獣を生成することもできます。林間合宿では人々を救うためではなく、生徒それぞれの長所を伸ばしたり、短所をうまく生かしたりするための鍛錬に見合う場所を作りました。必殺技は自律的に行動する魔獣を土から生成する土魔獣で、他には土砕竜を作ります。強さと可愛さを兼ね備えた土川ですが、実際は31歳という年齢で結婚に対して焦りを抱いています。明るい性格ながらも、その辺は現実的な思考を持っていて、爆豪やデクに対して3年後が楽しみなどと言って当たりをつけていました。さらに年齢を聞かれた時に、心は18と言ってごまかすところなんかに親近感を覚えます。こういう現実的な考えを持つキャラもヒロアカでは珍しいですよね。こういう人を奥さんにすると、すごく地に足がついた家庭を築けそうな気がします。12人目、エリ。最後に紹介するのはエリです。エリはシエ八作会の組長の孫娘で、現在は遊泳高校に保護されています。まだ幼い彼女ですが、非常に珍しい個性を持っているために、オーバーホールがエリの個性を利用してシエ八作会を復興しようとしていました。そのため彼女は幼くして辛い環境下での生活を余儀なくされていました。しかしそんな窮地をデクたちヒーローによって救われます。エリの個性は巻き戻し、触れた対象を文字通り巻き戻すことができる能力であり、生物のみに適用できます。巻き戻しの能力であるため、怪我を治すことはもちろん、外見だけでなく遺伝子レベルの操作も可能であるらしく、人を猿にまで退化させることができます。さらに個性遺伝子を巻き戻すことで、個性を持っていない人間にまで退化させて個性を使えなくさせることができます。逆に消した個性を元に戻すことも可能なチート級の個性になっています。そんなエリですが、オーバーホールに何かをされるたびに泣いたり叫んだりするのではなく、目をつぶって黙ることが癖になってしまいました。しかし遊泳に保護されてからは、徐々に本来の無邪気な姿を見せてくれるようになります。そんなエリが見せてくれる無垢な笑顔が、読者のハートをわしづかみにしています。今後のエリの成長にも目が離せませんね。以上が最高に可愛いヒロアカ女子12選でした。ヒロアカには可愛いキャラもかっこいいキャラもたくさんいます。物語的には佳境に入ってきて、さらなる盛り上がりが期待されていますので、ぜひアニメや漫画でヒロアカをチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また、こんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントもいただけると嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。